週もはっちゃんアカデミー始まります。皆さん、今回はいろんな経営者に会って、どんな人が成功して、どんな人がうまくいって、どんな人が豊かな暮らしをしているのか、私が気づいた同じ似たような性格とも言うべきか特徴があることをちょっとお伝えしたいと思います。いろんな方に会ってきましたけど、私は似てるなと思うところがですね、10個ぐらいあったんですね。それが面白いっていう人と、それから熱いなこの人っていうぐらい熱さを持っている人、それからもう負けん気のある人で、やっぱり一通り皆さんそうですけど、素直さがあって、勉強熱心さがあって、責任感がものすごく強かったですね。そしてまあ皆さんそうですけど、おしゃれでなんかスーツもピシッと着て、頭のヘアスタイルもきちんと整えて、足の先から頭のてっぺんまでおしゃれだった、綺麗だったっていうおしゃれ心を持ってあるっていうのが特徴ですね。そしてもうちょっと言うなら、明るい人が多かったです。決して暗い人に、こう無口な人に、こうトップクラスの人はいなかったなっていうのが感想です。それと気が利く。これはですね、一緒に食事に行ったら分かるんですけど、ちょっとお水が切れてたら先に水をやるとか、ちょっと先に気づくとか、もうああこの人経営者だなってすぐ分かるぐらいの、その先に先にっていう、まあせっかちな人も多かったですけど、せっかちな人はもう断然皆さんですね。せっかちです。それとまあ気づきがいいっていう、気が利くっていうね、それとあの要領っていうか、段取りっていうか、先を見た動きっていうのをされる方多かったですね。これ私あの社員たちにも言ってるんですけど、自分自身を自己向上させようと思ったら、もう経営者に学べじゃないけど、いろんな人の特徴っていうのは似たり寄ったりなんで、ここを学んだらいち早く何をやっても成功するんじゃないかなと思って、自己向上の10個っていう項目でみんなに勉強させてた時代がありました。私はですね、いろいろこういろんな方と会って、ただ無駄に食事をしたり無駄に会話したりするんじゃなくて、その方のいいところを生かしつつ、学びつつ、いろいろな経営に社員たちに生かせたらなと思って、常に勉強と思ってアンテナを立てております。だから皆さんも誰かと付き合う時っていうのは、勉強になる人だったり、アンテナを立てて、何かしらこの人から学んで、時代の流れに何かプラスになるようにと思ってアンテナを立てていかれることをお勧めします。そして負けん気っていうのは、皆さんそうですけど、時代とともに自分のプライドが傷つくとか、自分が負けて悔しいとかっていう負けん気じゃなくって、世界を見た時の日本との戦いだったり、日本人としてのそのプライドだったり、日本人としての優しさだったりっていう負けん気を私は感じる場合が多かったです。やっぱ皆さんそうなんですけど、特攻隊への気持ちを忘れてない、そして日本人としての誇りを忘れてない、そして日本人はその裏も表もなく、誰が見てようと真面目一徹で仕事をこなしてきた時代があるんですね。その時代を引き継いで、天下を取って時代を作って、昭和から今の平和令和と続けて作られた方たちの力があって、今が生かされているんで、その人たちの学びを見るとしたら、先ほど言った10項目をちょっと真似ていかれるといいかなと思います。そして皆さんそうですけど、本を数多く読んである方がものすごく多かったですね。明るさとか村を作らずとか、常に明るく笑顔をモットーに、で気が利く、気づく、そして人のことを自分の子供みたいにこう熱く見てあげる温かさがあるっていうか、人を育てるっていうのは、これを器用に教えていけばいいのかなと私はつくづく思ってます。自分にとってもこの10か条が成長基準になってますので、皆さんもちょっとあの自分との戦い、自己向上と思って作られる努力をすると、これからの人生が変わっていくんじゃないかなと思います。人が寄ってくる人になるための10か条と言ってもいいと思います。人によって満たされて、人を一生幸せにできる、人から愛情を注がれる人生は最高の人生をいただけるものです。ぜひ十箇条をプラスにして、自分の人生を良くしていってくださいね。またね。